筑区法笹栗鉄道事業部は、福岡県農型市にある、九州旅客鉄道の事業部である、同社本社鉄道事業本部の出先機関。管轄境界駅については、筑区法笹栗鉄道事業部が管理を担当する駅を、記載している。なお、北彦山線と後藤寺線は、旧北彦山鉄道事業部から承継した路線である。農型運輸センターは、福岡県農型市にある、 九州旅客鉄道地区法ささぐり、鉄道事業部管轄の乗務員基地である。農型車両センターは、福岡県農型市にある、九州旅客鉄道本社鉄道事業本部地区法、ささぐり鉄道事業部管轄の車両基地である。前身は、農型軌道尺。本地区、本社直轄を意味する、本と、地区法ささぐりを意味する、地区から構成される。なお、農型機動尺時代は、 本方だった。また、北部九州地域本社管轄だった時期は北地区だった。以下は2021年4月1日現在の所属車両である。電車福北ユタ河川で運用される電車が配属しており、813系、817系には黄色地に黒文字の識別用ステッカーが貼られている。起動車所属する起動車は北彦山運用。 竹下運用に分けて運用されている。キハ71系、キハ72系を除き、全車両は満運転対応になっている。かつては、若松線、一部福北豊線、脳型、折を直通の脳型運用が存在したが、2017年3月4日のダイヤ改正でのベック819系導入に、伴う機動車の完全撤退により廃止。 直方運用専属車については、キハ31型が廃車に、キハ40.47型は、竹下運用、または、ひたひこさん運用に転用した。ひたひこさん運用ひたひこさん線、後藤寺線、筑方本線で運用される車両が配置されている。なお、ひたひこさん運用の車両は、全車期間乾燥済み。竹下運用南福岡車両区竹下車両発出に、 常駐している、機動車の大型運輸センターに関するカテゴリー、ありがとうございます。